石の溶度雑談老人があふれる世の中になる、あるいは老人があふれる世の中になりつつある。私は大阪府の高槻市というところに住んでいる。これ人口は約36万、かなりの大きな都市である。これは山中部と平野部に分かれる。私は平野部に住んでいる。10年20年前までは割に戦後に大きくなった町だけに、10年20年30年前は若い人がどんどん住んでいた。比較的若い人が住んでいた。しかしここ20年30年40年のうちにすっかり老人の比率が多くなった。従来は、平地部だから、歩いたり、自転車り、あるいは車で人は移動していたが、最近になって感じたことは、バスである。みんな歩かなくなった。自転車にもあまり乗らなくなった。自動車にも乗らなくなった。するとみんなバスに乗り出した。私も今日はバスに乗ったんであるが、老人、まともな老人はあまりいない。かなりの高齢者、杖をついている、腰が曲がっている、よたよたしている、その類の老人である。市のバスであるが、これも全く赤字。老人のための、あるいは老人のためだけのバスになってしまった感じがする。若い人はまだ自転車で移動しているわ。老人はバスしか移動手段がない。歩くのもしんどい。車はもちろんダメ。そして街へ出ると、これまた老人。特に今日なんか、平日の昼間だから、若い人はおおむね働きに出ている。学生さんも学校へ行っている。だから老人たちがやることがない、時間を持て余している。それで町へ来て時間を潰しているとしか考えようがない。うちの近くの医院もそうである。9時に始まるのに、患者たちはもう8時過ぎたら来よ。9時まで医院もサービスでドアを閉めて、ドアの外に椅子を並べている。ふと退屈な老人たちはこの椅子に座って並んで、朝からめちゃくちゃくちゃくちゃやっている。こういうふうに町は今老人たちで、老人というよりも今言うたように高齢者たちで、今言うたようによたよたしている、杖をついた、背中の曲がっている老人たちで
溢れつつある。私想像するに、超少子高齢化社会になった今、これからますます老人が溢れることと思う。こんな老人は街へ混んでもいいようなと、いいなと思われるようなよたよたの老人でも、腰が90度曲がっているとか、よたよたやったとバス乗るのも苦しいとか、そういうふうな老人でも、やっぱり家おるよりも街へ出た方がいいんだなということで出てくる。それと老人、まあ若い時より背が縮んだんかもわからんな。特に女性で、小さい女性、高齢の女性をよく見かける。これ140センチないなというような老人が、女性老人が、女性の高齢者老人が、なんか嫌に目につくようになった。とにかく小さい、140センチ以下である。場合によっては130センチに近いかもわからない。これ私の気のせいか知らんけど、知人度だけの話かなと思う。けど知人なんかもさ、小さい女性の老人の数がえらい増えてきた。まあ男も増えているが、そんなに気にならない。こういうふうに不活発な小さな、まあ腰曲がっているから小さく見えるのか、知人だから小さく感じるのか知らん。とにかく知人なんかもわからない男も女も老人たちが街にあふれる。これが今後の日本の姿、特にこういうふうな平日の時間帯の、平日の時間帯の日本の姿になるのではないかなと思う。少子高齢化は恐ろしい。私の若い頃はまだ街に若いものが溢れていた。時代は大きく変わっていく。まだまだこれからこの傾向は続く。